どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。さあ続きやっていきましょう。ということで、結局デートで普通にテスト勉強をしているわけなのだが、なあ折り紙、本当にいいのかこれで。何が？いや、一緒にテスト勉強してもらっておいてなんなんだけどさ、折り紙あんま楽しそうに見えないし、いいのかなって。問題ない。指導と二人っきりで密室、この状況だけで十分楽しい。それならいいんだけど、本当に楽しいのか。そう言ってくれると折り紙の表情はいつもと同じでわからない。そう言ってくれる折り紙の表情はいつもと同じでわからないんだよな。シド、どうかしたの？え、いや、その折り紙のいろんな顔が見てみたいっていうか、笑顔が見たいなんて言えないよな。折り紙とのデート、俺も楽しいけど、もっと楽しくできないかなって考えてたんだ。シド、楽しいことには心当たりがある。心当たり？ベッドの中で。だからしないって。なんだろう、表情があまり変わっていないのにものすごく不満がってるのはわかるわ。そんな顔するなって。ベッドの中で以外なら何でも好きやからさ。本当に？あれ今俺ひょっとして何かまずいこと言ったか？それなら。おお、これぞ神の助け。ごめん折り紙、誰かから連絡入ったみたいだから。もしもし、ごとりか？もしもし、出たの？ジャミン、通じない。大丈夫？忘れてた、ここ折り紙の家だった。来て。はい。どうしてこうなった？通信が途切れた後、いつの間にかあれこれ言いくるめられて、なぜか、なんだって一緒にお風呂に入ることになっていた。でも最後の抵抗でお互い目隠しすることは約束させたから、ギリギリセーフと言いたい。深く考えるのはやめておこう。わー、じゃあ洗うから。目隠し平気で外してんじゃねえか。分かった。でも、見えないから触りながらでないと。そうか、そうだな。ゆっくり手を伸ばして。ここ？どうしたの？いや、急に手がその伸びてきたから驚いて。そう、見えていないからごめんなさい。いいんだ、目隠しつけろって言ったの俺たち。折り紙が今一番楽しいってもんなら、俺の願いを、俺はその願いを叶えてあげた。おお、シド、すまん、今背中にとてつもなく柔らかいものが。ごめん、見えてないからぶつかった。そうだよな、距離感がうまくつかめないうちは仕方ないよな。では続ける。この辺り？その辺。手が滑った。このボディシャンプーは非常に泡立ちがいい。そうか、見えないけど すごい泡なんだろうな。折り紙、あまり泡ってない方がいいんじゃないか。ただでさえ目隠しされて不安な状態だから、その折り紙の手が急にお腹のあたりまで滑り込んできたりとか、ほら驚きが半端ないっていうか。そう、気をつける。頼む。シド、なんだ？背中、見えない状態でこすると加減がわからないから、ちょっと柔らかいものに変えて洗う。まさか。そうか、わかった。
わお、俺これ小1時間見てられるわ。大丈夫？あ、折り紙？いや、ものすっごく柔らかくてツルツルしてるなって。嫌いじゃないけど、くすぐったいっていうか。そう、最新式の赤すり、肌を極限まで傷つけないように開発された、肌は絶対傷つかないよな。おお、そうなのか。なんかごめん、やりにくい中洗ってくれるのに止めてばっかで。構わない、指導が気持ちよければ私も気持ちいい。どどじっとしてないとうまく洗えないから、ちょっと我慢して。あ、分かった。じゃあ続ける。おお、おお、我慢しろと言われても。指導、気持ちいい？いや、なんかほらくすぐったいような。そう、じゃあもう少しサービス、じっとしてて。な、だからダメだって。折り紙、そんなに早く動いたら、ダメだ。もう分かる、すまん折り紙。おいおい、なんという素晴らしいイベントで、畜生。ごめん折り紙。構わない、私は十分楽しめた。いや、でも脱衣所濡らしちゃったし。問題ない、すでに片付けた。本当にこんなでよかったのか。ん？いや、一緒にお風呂入りたかったのかってさ。指導と一緒のお風呂、ずっと夢だった。え、目隠しでわからなかったけど、もしかして笑ってたりしてたのかな。いや、やっぱり笑いはしなかったんだろうな。笑っていたならそれは声の調子で分かってたはずだし。まあ確かに今風呂上がりでさっぱりして、どことなく満足そうには見えるけど、っていうかやけに肌がツヤツヤしてる気がするけど、今一番楽しいと思うことを一緒にやったのにダメだったのか。シロ、え、ああごめん、ちょっとぼーっとしてた。今度は目隠しなしで。折り紙、お前は今どんな気持ちなんだ。こんなに近くにいるのに、求めれば求めるほどお前が分からなくなっていく気がする。もっとお前のことが知りたい、もっとお前のいろんな顔が見たい、そしてお前の笑顔に触れてみたいって。俺なんでこんなに必死になってんだろう。何なんだよこの気持ちは。シロ、どうしたの？顔が赤い。熱？いや、なんでもない。俺が求めすぎなのか。これじゃ折り紙にもっと普通の女の子みたいになってほしいって言ってるのもんだ。今目の前にいる折り紙は変わらない。それを俺が受け入れればいいだけなのかもしれない。でも、やっぱり折り紙にはもっと普通に笑ってほしいし。ああもうわからん。ん？うわー、苦戦してるな。まだ時間的には早いよな。そういえば朝小鳥が言ってたモニュメント、どうにも気になるんだよな。じゃあここでちょっと折り紙と行ってみましょう。そうだ、折り紙と一緒に行こう。他のみんなには余計な心配かけちゃうかもしれないし。折り紙の番号はと。もしもし、折り紙か。そう、シロ。ああ、実はこれから散歩がてら天狗タワーに行こうと思ってるんだけど。了解。え、まだ全部行ってないけど。夜景デート、見納めに。あ、おお。問題ない。今から現地集合で。はい。時々折り紙の頭の回転の速さについていけない気がするんだけど、そりゃ気のせいじゃないよな。すぐに出てきたから俺の方が先についちまったかな。並んでる人がまだそこそこにいるな、そこそこいるな。時間、営業時間内にタワーに入れればいいけど、どうしよう、もう列に並んでいた方がいいかな。
それとも折り紙来てから一緒に並んだ方がいいか。いや、それより先にモニュメントをもっとよく見ておくか。もともとこれが気になってたんだし。ああ、やっぱり実際に見るとなおさら見覚えがない。でもおかしいよな、なんで見覚えがないんだろう。よし、もうちょっと近くで見てみるか。うん、わから。シド、下がって。え、折り紙。うわ、なんだ。識別 AST 飛び位置折り紙、ベーシックリアライザー起動承認、ワイヤリングスーツ展開。どうなってんだ一体。シド、ここは危険、離れてて。でもここはおそらく敵のテリトリーのようなもの。テリトリー。その瞬間、不思議な感覚が俺の体を包んだ。まるで自分の周囲の空気がどんどん出た液体になって、意志を持って体にまとわりついてくるような奇妙な感覚。この感覚、前にも。そうか、折り紙のテリトリーってやつで俺を守って。精霊、なんだよあれ。来る。わっ、シド無事。ああ、足元ギリギリのところでセーフだった。折り紙は平気。でもシドはもっと距離を取って。いきなり攻撃してくるなんて、一体何なんだ。って、追いかけてくるぞ。落ち着いて、シドウは私が必ず守る。折り紙来たぞ。なんで俺たち狙われてんだよ。何か誤解されてんのか。説得すれば。シドウ伏せて、第2波が来る。プロテクトテリトリー最大出力で展開。折り紙にまた守ってもらったのか。くそ、こういう時足手まといにしかなってない自分って。シド、あれは話して分かる相手ではないと思う。このまま活動限界を待つわけにはいかない。折り紙。シド、ここを離れないで。レイザーブレード、ノーペイン。こちらの番。ふっ。腰に溜めたノーペインで折り紙が一閃すると、その刀身から離れた波動が奇妙な敵を切り裂いた。消えた。折り紙は。折り紙、大丈夫か。平気、問題ない。そうか。私よりも指導が無事で何より。ああ、ありがとうな。折り紙のおかげで助かったよ。構わない、指導の命は最優先事項だから。ああ、それにしても今のは一体、周りの人は全然キツネみたいだな。私たちがいたのはおそらく敵が張ったテリトリーに類する空間の中、隔離されていたのかもしれない。隔離？周辺を別の結界空間にシフトさせた可能性がある。そんなこともできんのか。じゃあもしかして今の天宮市に結界を張ってるやつと何か関係があったりするのかもしれないのか。わからない。ただ先ほどの敵の攻撃は警告だったのかもしれない。警告？敵の攻撃は全て不正だけれど、その軌道や弾道はどれもわずかに私たちに達するものではなかったように感じた。え？意図的に外していたと見るべき。つまり警告か威嚇の類。ってことはここには何か触れられたくない秘密がある。
タイミング的に考えればモニュメントに近づいたことがきっかけだと思われる。モニュメントか。あそこに何かあるんだな。まだわからない。あの敵が何者なのかも。精霊なのかな。 AST でもあんな精霊の情報はない。そうか。でもあいつが消えていく瞬間、そうだ、霊装が消えていく感じに逃げる気がする。確かに。でも予断は禁物。そうだな。これはこと、小鳥に報告して調べてもらわないと。折り紙、ごめん、公園のデートはこれまでにしよう。展望台に登れなかったのは残念だったけど。問題ない。目的の解明を最優先にすべき。ああ、でも本当に来てくれて助かった。俺一人じゃあんな奴が出てきても何もできなかったし。ありがとな、折り紙。構わない。指導のためなら何でもする。おう。いやー、まさか折り紙にも牙を向けてくるとはな。ということで次回行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。明日の動画でお会いしましょう。レイでした。ウカでした。あれ、うん、俺がレイだ。おお認めんな。